こんにちは、競馬ヤト佐藤です。坂本です。いよいよ始まりました。また今年もこの2人で、はい、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。早速函館スプリントなんだけど、はい、ちょっと火曜日からね雨降っちゃって、もう水曜日道あるでね、だから長距離したのまあ、いい動きしたのいなかったね、やっぱババ君にしてね。ただここ数年でも一番ウッドコース重たかったじゃないですか。みんなはね、時計全然出なくてね、最後もうバッタバタバタバタ、あんな馬が多い中で、どうか、その中でも1000円構成かな、そうですね、まあでもハロー明けのね、一投目だからね、一番いい馬場でやりたい、まあ、余力はあったかな。本当にいい時のこの馬と比べたらやっぱまだそこまで行ってないから何とも言えないんだけど、なんとかね、この重たい馬場でもこう、馬力があるからね、それで時計出してきたなって感じはするんで、まあまあまあ、まずまず合格点っていう感じです、うん、そうだね、8割ぐらいはできたかなっていう感じかな、どう、他に何かいいの見えた？もうそうですね、Tハーフはね、まあ、その重たい馬場でも余力残しながら、まずまずの、ね、時計出せてましたし、まあ、年齢重ねてそんなにこう追い切りでも、ね、ガツガツいく感じはなくなったんですけど、まあ、それでもやっぱり、この前の、ね、レース勝ったように具合の良さというのが、ね、伝わってきましたし、結構これ早めに入居してるんですよ ね、 ここね、そうね、選手の動きも良かったし、なんか上っぷりが良くなった感じするね、ちょっとね、そうね、だからこの、まあ、早めに入居したこともあってね、かなりいい雰囲気で、臨めそうな感じはしました、はい、先週、去年の覇者純レコールとかどう見た？去年はさ、リットでいっぱい乗り込んでからこっち来て持ってきたけど、今回は牧場から直接こっち、ね、ほとんどやってない、ね、向こうでね、そうですね、まあなんか、その、ね、販路でもね、そこまでこう、ね、前向きさ出して時計出すっていう感じがちょっと薄れてきてるか、ね、とこがあるんで、そうですね、まあ、去年結果出した函館に来てどこまで変わるかなという感じで見てたんですけども、正直そこまで大きな変わり身はないような、見てる限りではそういう感じはしましたね。ナックビーナスね、調教先週8点ついてるけど、こっち来てからがすげえ軽かったからね、まあ優勝したばかりだから何とも言えないけど、これはすごいやってきた感じがあるね。そうですね、日本でね、日本打ってて、まあ、打ち目もあったとはいえ、なかなかこの時計出ないですから、日本で62キロってなかなか見えないよね、まあだから直前はね、軽かったですけどね、状態に関してはちょっと感覚空きましたけど、十分仕上がってるんじゃないかなと思います。個人的には木曜日やったラインスピリットはよく見えたな。まあババがね、昨日とは全然了解してるから、その分オープン前がやればね、やっぱそれなりに動くからよく見えたっていうのはあるんだろうけど、どう、なんか気になるのいる？そうですね、ちょっとね、本当時計のね、比較が難しいですね。ちょっと状況じゃこれ何とも言えないね、今回に関しては、ね、各陣営ね、かなり、まあ、馬場が悪いっていうのもあって、軽めにね、済ましてきたんで、まあ中間の動きとかをちょっと総合的に見て判断した方がいいかもしれないですね。ライトフェアリーなんて選手の動き見たらいいなと思ったんだけどさ、なんか今週の本番を見たら馬突っ張って走って、フットワークすごく硬いんだよね、まあ、全然なかったな。あ、そうそう、ダイアナヘイローはね、体だいぶ見た感じでは戻ってきてますし、まあ、芝コースですけど結構追い切る前からね、長めにキャンター入れて負荷は十分にかかってるのかなっていうところがあるんで、まあ全然巻き返してもおかしくないような復調気配は感じました、はい、そんなとこですかね。ちょっと荒れそうじゃない？いや難しいですね予想はね、ピント全然ピントくるのがいないわ、状況に関して言えば展開もちょっとね、読みづらいですし、そうで、ババが分からない、ババが分からないし、まあ、難しいです、1周目なんでね、はい、ビシッと当てたいところではあるんですけど、はい、決
結論難しい難しい大混戦大混戦、はい、というところで